で、結局ね、じゃあなんでうちが教えてるか。じゃあ、それは皆さん、ゆとり世代が教えてください世代。教えるまでシニア世代かな。になっちゃった理由と確かによく似てる。それは、だって雇わんの困るからや。俺らに教えるの困るからや。そうやと会社、立ち上がるのな。みたいな。言葉遣いは荒かったけど、本質一緒でしょ。気づこうが気づく前に。心の奥でそれを期待してる、それを望んでいた。でしょ？で、どうやったかって実際、企業は。まあ、雇うのしゃあないなと。なんでか。雇え、俺らは。雇え、通るやろ。まあ、これで十分かな。それと、理系はね、教授の紹介でコンスタントに、その教授の、文科生を言ってるわけ。理系はそうやけど、文系は、まあ一応今年は、要するに大学の、学生課長の、就職課、学生課就職課、学生部就職課、知らんわ、就職課か。と、人事担当者、まあそれなりの人事課、人事関係大手。やったら、その人が直接来る、トヨタとかパナソニックなら直接来る人たちとかね、大学に来る。大学行ったら。で、高校やったら、まあ、基本あれや。工業高校とかの話な。に限定かな。まあ、大学の話分かるけど、普通科でこれはないかな、高校の。まずない。ところが、小型の会社とかはどうなりますかって言ったら、そんなの、まあ、人事連合会みたいな感じ。それが来る。あれ、まあ、リクルートがそんなの対抗したこともある。で、それがまあ、いろんな汚職のな、竹下政権の。そういうのと関係あるのよ。ね、まあ、それは、またもっと、後でし、まあ、調べてください、それ検索で出てるかもしれないし。な、面白そうなんですよ、そっちをするな。で、それは置いとこうよ。うち、今それに対して口出しする、能力がないから。じゃあ、そうやね。例えばどうしてやったら、トヨタなり、パナソニックなり、日立なりが聞いとったよ。あるいは、同志社にすっごくゆかりのある大企業が来とったり、京都のオレキルが来とったりはした。でも、そうじゃない関係は、まあ、人事部連合会みたいなのが来とったわけ。でも、今年は、どういうの何っていう単語、あ、今んとこはこれじゃなくなるんですね。大学と、どうしたって名前出しちゃった。しもりとか。次の時代に行きたい。頑張れ、どうした。な、それに対して、どや顔で、どや顔で、寝られたことないけど。でもいいんちゃう。で、じゃあ結局は、野党のシャアな理由になっちゃうよ、それ。ああ、ナイス説明でしょ？そういうことやってん、実は。なんか、いやいやとっとって。だから簡単にリストラもするし、そんな層がな、怠けてたら、もう簡単にやめたがるやろ。怠けた上に、やめたがるやろ。あ、じゃあ、疲れた。なっちゃうね。そういうメカニズムやって。じゃあ、うちとあなた方の関係もそう。別に教えんでええねんけどね。教えんと野党がうるさいって言われる。外野がうるさいとかね。それも確定な。あなた方も思うな。確定されたよ。ほんで、こんなんちゃんと制御できへんかったらあれやで、精神病院行きやで。うちちゃんと制御してたら、わかるやろ？わかれへんかな？わかった？わかりかけた？わかったかな？わかったみたいに。さて、話し続けるけど、結局、これちょっと教えんで済むでしょ？わかった、わかったの連続やった。でもわかったんですよ、やっぱり。何がわかったの？いや、怖かったことが分かったんじゃないでしょ。それは分かったか知らんけど、もっと中心の奥の方が分かったんじゃないでしょ。違うかな。君の奥から中に出てきたの。
みの友達？いつこれ食べた？さあ、どうする？消してほしい？それとも？よいしょ。どんなの好きかな？さてさて、楽になったでしょ？いいじゃない。これがうちの仕事や。一日10万円ぐらいです。わかる？まあ8時間ぐらいしてみたら。さて、なんか5000万とかわかるでしょ？じゃあ。あの人だけじゃないから、そんな金額が。で、この動画も、出すとことしたらめちゃめちゃ高いとわかるでしょ？ね、結局ね、じゃあハッキングしてこれをアップさせんかって、ほんで、いろんなところに流出させたらガッポガッポやな、例えばな。そんなも調査対象やな、うちに。だから相手を教えてるっていうこともあるわ。どこに流れていくかなっていうのは、うちは監視する人はないけど、そんな監視してるシステムはあんねん。何？それが SNS。SNS 配信会社がそれを監視してる。どこに流れていってるかなそう。だからデータどうのこうの揉めてるけど、なかなか先進まんやろ。なんだかそういうデータのその分析解析結果をパンと提出してんの。SNS 会社かね。だからデータ分類に言われてるパンと提出する。おお、今も今回なるやんか絶対。そのデータすっごい解析データ。生データちゃうかな。解析結果。ちょっとかも。データの扱い方次第の問題もあるけど、どういう風に流れていくのかだと。データの集め方とかそんなに問題じゃない。めっちゃ追跡されるかもしれない。その追跡してみた方がいい。普通の人はあんまりハッカーかもしれない。アルバイトでやってるのか。どっちがアルバイトなのか。いろんなことを、いろんなとこから受け負ってる、そういうエージェントやん。だから敵の仕事の味方の仕事も違う。その人にとっては全部、これはやん。な。そんなおるん、すごい腕がおるん。日本人の、おるんとか。それが日本人の恐れしてる。だから安心しろ。で、それはそれでいいとして、うちそんなしてんので、そんな暇ないってわかるやん。うちの場合はその人間がそういう調査してないよ。だからまあそれで安心したでしょ。ね。さあさあさあ。ほんで、結局その、スカッとしたからもう、懸案のことなんか忘れちゃったでしょ。だから休憩してください。まとめてみんでいいよ。いいよね。うちはその思いついた時の旬の時に言ってあげたらいいだけで、で、それ、みんながそれ一生懸命いいんでいいから。そんなしんどいでしょ。そんなにせえなんか言ったの。言ってんの。な。じゃあ休憩とか、じゃあ今日ここまでって言ってるの。その後も撮ってるの。それじゃあ見んでいいねん、そんなもん。な。でしょ？うちは撮るだけやから。もう一区切りついてんからな。それで、あ、ほんまやなと思ったら言っても、そっから見んでいいねん。まだ見ないのか。まだ見なあかんのかって。こいつも、いつまでもアップしやがれって思わんでいいねん。な。そういうタグのことじゃないから。教えんでいいねん、基本。な。だってそう、まだあんのか、まだあんのかって、今日から帰って見てしまったら。な。君たちがホームラン教えてもらいたかったら、情報ください、情報ください、お願いしますな、みたいな。まるで逆に。でしょ？確か逆転したら、それやったら。もともと君ら立場なんかないんだからね。でしょ？それはあなた方が現在を犯して、人の中に寄生虫として住んでる違うんですよ。